ランプの影。正岡子規。病の床に仰向けに寝て、つまらなさに天井を睨んでいると、天井板の木目が人の顔に見える。それは、一つある節穴が、人の目のように見えて、そのぐるりの木目が、不思議に顔の輪郭を形作っている。その顔が始終目について気になっていけないので、今度は右向きに横に寝ると、襖にある雲形の模様が天狗の顔に見える。いかにもうるさいと思うて、その顔を心で打ち消してみると、襖の下の隅にある水か何かのシミが、また横顔の輪郭をなしている。仕方がないから試しに左向きに寝てみると、ガラス越しに上野の杉の森が見えて、その森の隙間に向こうの空が透いて見える。その隙間の空が人の顔になっている。ちょうど餌探しの絵のようで、横顔がやや逆さになって見えるのは、少し風変わりの顔だ。再び仰向けになって、今度は顔のない方の天井の隅を睨んでいると、馬鹿に大きな顔が忽然と現れてくる。かように暗里の鬼神を書き、空中の楼閣を作るは平常のことであるが、ランプの火影に顔が現れたのは、今宵が初めてである。年の暮れのことで、今年も例のように忙しいので、まだ十三四日の日誌を余しているにもかかわらず、新聞へ投書になった新年の俳句を病床で整理している。読む。点をつける。それぞれの台の下に分けて書く。走行へ棒を引いて向こうへ投げやる。それから次の走行へ移る。また読む。点をつける。水祝いという台のところへしごく書き抜く。走行へ棒を引いて向こうへ投げやる。同じことを繰り返している。夜はわずかに更け染めて、もう周囲は静まってある。いくらか熱が出ているようでもあるが、毎夜のことだから、それにも構わず仕事にかかっている。けれども、熱のある間は呼吸が迫るので、仕事はちっともはかどらぬ。それのみでない、布団の上に横になって、右の肘をついて、左の手に原稿紙を持って、書くときには原稿紙の方を動かして、右の手の筆の先へ持って行ってやるという次第だから、ただでも1時間か2時間かやると、肩が痛くなる。徹夜などしたときは、仕事が済んでから右の手を伸ばそうとしても、容易に伸ばすことができんようになってしまう。今日も昼から続けさまに書いているので、だいぶくたびれたから、筆を投げやって、右の肘を布団の外へついて、頬杖をして、しばらく休んだ。熱とくたびれとで少しぼんやりとなって、見るともなく目を張って見ていると、ガラス障子の向こうに、我が枕元にある、ランプの火の影が映っている。もっとも、ガラスとランプの距離は一間余りあるので、火の影は揺れて、やや大きく見える。それをただ見つめていると、涙が出てくる。すると、明かりが二つに見える。けれどもガラスの傷の加減であるか、その二つの明かりが離れていないで、不規則に接続して見える。全くの無心で
この大きな火の影を見ていると、その火の中に、にわかに人の顔が現れた。見ると、西洋の絵によくある、目の丸い、くるくるした子供の顔であった。それがたちまち変わって、高棒の紳士となった。もっとも、棒の上部は見えておらぬ。首から下も見えぬけれど、なんだか二重回しを着ているように思われた。その顔が三度変わった。今度は八つか九つくらいの女の子の顔で、目は全く下向いている。額際の髪にはゴムの長い櫛をはめて髪を押さえている。よたび変わって鬼の顔が出た。この顔は先日京都から送ってもろうた牛祭りの鬼の面に似ている。かようにして順々に変わっていく時間が非常に早く、かつその顔は思わぬ顔が出てくるので、今度は興に乗ってどこまで変化するか試してみんと思い始めた。まるで見せ物でも見るような気になったのだ。そう思うと、それから変わりようがやや遅くなった。その次には猿の顔が出た。それが西洋の昔の学者か豪傑かの顔と変わった。その顔は少し横向きで、柔らかな髪は肩まで垂れている。極めて優しい顔であるが、ただ見たように思うだけで、誰の肖像かわからぬ。それからしばらくは、火が輝いているばかりで、何の形も現れてこぬ。なお見つめていると、火の真ん中に、極めて明るい一点が見えてきた。それが次第に大きくなっていく。しまいに一つの大目玉が成り立った。それが崩れると、またしばらく何もできずにいたが、ようよう丸曲げの女が現れた。その女の瓶が両方へ張っているのは、四方へ放っている光線がそう見えるのである。その光線の瓶は白くまばらなので、石膏細工の女かと思われた。この女ははじめ下向いて目を塞いでいたが、その目を少しずつ開けながら、その顔を少しずつ上げると、だんだん凄まじい人相になって、ついに、髪の逆だった三宝光人と変わってしもうた。光人様が消えると、八祖が出てきた。これは十字架上の八祖だと見えて、首をうなだれて目をつぶっているが、それにもかかわらず、頭の周囲には丸い五光が輝いている。八祖が首を上げて目を開くと、綿棒をつけた武者の顔と変わった。その武者の顔をよくよく見ているうちに、それは綿棒でなくて、口に呼吸器をかけている肺病患者と見え出した。その次はすっかり変わって、般若の面が小さく見えた。それが消えると、雷病の、頬の膨れた、目を向いたような、気味の悪い顔が出た。試しにその顔の格好を言うと、文学者の義凡の顔を飴細工でこしらえて、その顔の内側から息を入れて膨らました、というような具合だ。たちまち火が三つになった。何か出るであろうと待っていると、また前の八祖が出た。これではいかぬと思うて、少し頭を後ろへ引くと、
視線が変わったとともに、ガラスの傷の具合も変わったので、火の影は細長い鍵のようなものになった。今度はきっと風変わりの顔が見えるだろうと見ていたけれど、火の形が変なためか、一向何も現れぬ。ややしばらくすると、何やら少し出てきた。だんだん明らかになってくると、仰向けに寝た人の横顔らしい。いよいよそうと決まった。目は静かに塞いでいる。顔はなんとなく沈んでいて、いささかの活気もない。確かにこれは、死人の顔であろう。見せ物は、これでおやめにした。